だとこうなっております、えー、あのね日本の防衛は非常に大切ですねですからちゃんと日本の防衛はしなきゃいけない、うんはい、これのことと、えー、やっぱり現在世界の軍事費がどんどん増えてるっていうことと、うん、この前アメリカとロシアの間のこうなんか一応あれがあってねいざこざあって、えー、アメリカ軍がロシアの近くまで今軍事配備してますよ。中国はもちろん 中国なんで国連の安全保障理事会にいるのか分かんないですけどね常任理事会 <laughs> とにかく戦争しよう戦争しようっていう、はい、自分が強ければ他を占領していいよっていうのは国連の安全保障理事会の考えじゃありませんからね常任理事国ですもんね常任理事国ですからだからそれは言わなきゃいけないけども<ー>僕が言いたいのはね<ー>軍事費が増えるっていうのはいいことじゃないってことなんですよそれはまあんまはっきりしなきゃいけない、うん、やっぱり戦争がない方がいい、うん、だから軍事費が増えるんじゃなくて国際的に あのね、あのウェストファリア思想が正しいと思うから、えーえー、全体を同じように減らしていくんですよ。はは例えば全世界で国連が主導して毎年1%ずつ減らしていこうじゃないですか、うん、つまり戦争というのは軍事均衡が破れたところで起こるんですよ、えー、それを今中国やってるわけですよ中国はどんどん軍備をよくして他の国との隣の国との間の軍事をこうしてそれでこっちに行くよっていうだから中国は危ないわけですよ。えー 同じように中国と中国の周りの国が全く同じ軍事力だったらやっぱりなかなか手だからそれは1648年のウェストファリアでよく分かった全世界がよく分かっただから僕はあのやっぱりね軍事費2.6%増っていうのは非常に危ない傾向にありますから私たちは声を上げてそれであの国連が主導になってやっぱり1%下げるそれを中国も守れと言うべきです。 えー、あと中国にも周りの国との軍事均衡を壊さないようにうん、うん、周りの国が軍事を減らしたら中国も減らすように、えー、それがあなた方大国の常任理事国の,あの義務ですよということをしっかり言うべきだとこれはね、はい、あの見逃しちゃいけない記事なんだ、えーうん、僕ははそう思いいます須田、はい、さん、いかがでしょうか。うん まああのそれが正義なんでしょうけどねただおそらくですねこれから軍拡競争あるいは軍事費はどん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 私は 増えていいくんだろうなと思いますよねどうしてかっていうとやっぱりねこれ、えーまあ、オバマ政権末期からそういう傾向が強まってきてトランプ政権だとそれが鮮明になって、えー、バイデン政権でもそれが受け継がれたんだけども、えー、過去ですねアメリカと中国は特にアメリカはですね中国に対して関与主義というね、えー、要するに中国と結びつきを強めることによってその中国の暴走を止めよう、うんえー、あるいは中国をやっぱり、えー、西側のね、えーまあ、価値観の中で活動するようにしようとしてきたんだ これは完全に誤りだった失敗だったということがやっぱりアメリカ、ねえー、ではです、ね、強く認識されたんですね、これはまあ上下院議会を含めてアメリカ政治というのがあるいはえ安全保障論の安全保障旗の連中もです、ね、全部、要するに勧誘主義が間違いだったというところの結論、これはもうおかしなのない結論になった。 でそうするとです、ねえー、経済面で安全保障面で中国を、ねまあ、これはバイデンさんがはっきりと明言したんだけども中国が唯一にしてぜ、ね、最強のライバルだと、えー、ライバル関係だと、えー、それに対してアメリカは全,全面的に、ねあのー、正面からです、ね、ぶつかっていくという宣言をしたあれを受けるとです、ね、やっぱりその軍事費においても軍備の面でもあるいは経済面でもです、ね、要するに、えー、中国をその えまあ言ってみれば潰すまでねえ続いていくことはこれ間違いないだろうなと思いますよね。 本来だったら中国はですねやっぱりこれだけです、ね、貧富の差が激しくてまだ途上、えー、国並みの、ね、レベルにしかない地域もあるわけですに、まあ、先進国を超えた地域もあるけどもやっぱりこのグラデーションがあまりにも激しすぎるんですよアメリカも人のことは言いませんよただアメリカの比ではないぐらいに要するに格差が激しいわけですからね要するにそれをどんどん,どんどん拡大していくことになりかねないやっぱりその軍事費の増強だからやっぱりソ連の踏んだ鉄をどう考えていくのかって というところをやっぱり考えてみるべきじゃないのかなと思いますよねだからそういう歴史に学ぶっていうことを中国がしない限りいずれ破滅の道を歩み始める例えばあの今アメリカで密かに言われているのが例えば香港ドルで香港ドルがペッグ制をねまあこれはドルとの連動性なんだけれども要するにアメリカがそれをねえやらせないと。 いう決断をしたら、いとも簡単にそのペック制は崩壊して、香港経済崩壊です。香港の金融は金融システムは崩壊する。そうなると。やっぱり二重構造で、特に中共産党の中国共産党の上層部っていうのは。そこをですね、ある種こう、トンネルにして、マネーロンダリングをしたり。貯蓄に励んできた部分があるから、そこも全部潰されちゃうんですよ。ね、だから、そういったいくつものですね、奥の手というか切り札を持っているわけですから。 さあ、どうそうななる前に、やっぱり、えーえー、中国はですね、デジタル通貨へというふ移行したいみたいなね<ー>、えー、ところで動いてるわけなんだけども、えー、そういったところがどう考えていくのかなっていうところはちょっと注目だろうなと思いますけどね、えー。これからですよね。はい、ありがとうございました。えー、お話がつきな,ないところですが、ここで一旦視聴者の皆様には DH テレビからのお知らせです。お知らせ後は,はお待たせしました。